本日は、急なお呼び立てで、記者会見を告知させていただきました。大会がもうちょっと名古屋大会、もう3日前なんですけども、ちょっとその前に、皆さんにちょっとお知らせしなければならないことがあったんで、本日は、記者会見をこれより始めさせていただきます。それではまず選手に登場してもらおうと思います。木田康弘選手、ご登場ください。谷山事務所属木田康弘選手です。木戸選手とはですね、クラッシュの70キロ級チャンピオンとして、活躍してもらって、で、まあ、本日の発表なんですけども、まあ、そのまま言いますと、木戸選手が、本日付をもって、クラッシュアンダー70キログラムのタイトルを返上することになりました。はい、その発表の会見でございます。木戸選手は2012年3月ですね、初代チャンピオンの健太選手との持っているこちらのベルトに挑戦して、ノックアウト勝利で第2代チャンピオンに輝きました。その後に森谷拓郎選手ですねが初防衛、2度目の防衛が山内裕太郎選手、そして今年4月には中島裕樹選手を下して3度の防衛を飾っております。クラッシュチャンピオンの中ではまだ歴史の浅いクラッシュのタイトルなんですけども、やっぱり最長の3回防衛という輝かしい実績を持っていて、これからも、活躍を期待していて、まあ、実際10月の、5日大会ということで、4度目の防衛戦を、クラッシュとしては考えておりました。そういった中で、木戸選手の所属する谷山ジムさんと、接触を重ねる中で、やはりコンディションだったり、含めて谷山ジムさんの方から、10月5日の防衛をちょっと見合わせたいという形で、一旦ベルトをクラッシュの方にお返ししますという申し出がございましたので、今回返上という形の発表となりました。はい、クラッシュとしてはやっぱり谷山ジムさん、木戸選手、今ではまあやっぱりその一人のファイターとしてこうチャンピオンとしてのお付き合いだったんですけども、僕自身としてはやっぱりベルトは確かに一旦預かるわけですけれども、今後も谷山ジムさんと木戸選手はぜひフラッシュに上がっていただきたいという意向は変わりはありません。ただ形として、谷山ジムからの申し出によりタイトル返上となりましたことをご報告させていただきます。はい、それについてちょっとね、木戸選手からも一言ちょっと挨拶をいただきたいと思います。はい、谷山ジム木戸です。まあ今回、まあ、こういった形になりました。なんかそうですね、卒業式みたいでなんかすごい寂しいんですけど、なんかまあまあ、自分がステップアップしていくというか、まあ、まあ寂しいのは寂しいですけど、まあまあ多分だいぶ僕その5試合出させてもらって、まあ5試合無敗でクラッシュ無敗で今いさせてもらってるんですけど、まあ、だいぶ成長できたなっていう、このベルトがあったおかげでだいぶ成長できたんで、本当に何だろうな、試合前、防衛戦の前とかもう本当に取られたくない一心で必死こいて練習しましたし、試合中もあこれ負けたらもうなくなっちゃうんだとか思うともうすごいやばいなって思うんで、ガンガン攻めてったっていう、まあそういった、まあパワーのあるベルトだったんですけど、まあそうですね、まあ3回防衛させてもらったんですけど、まあ、とりあえず今回は、まあ、ジムと、まあ、話して返上するっていう形にはなったんですけど、まあ本当卒業式みたいな感じですかね。まあなんか次の、ステージというか、
自分の中でこうステージに上がっていくっていう面で、うん、まあ一つの区切りというか、そうですねっていう感じです。はい、それではこの件について、クラッシュ及び木戸選手に質問ございましたらお願いします。もう木戸選手から皆さんにお願いしたんですけど、まあ、実際なんかどのぐらいからこうそのこういう方って流れになるというか話し合いが進んでてとか、まあ、どんな感じでこう、はい、話が進んだんでしょうか。そうですね、木戸選手は4月の15日に防衛戦を行ってもらって、で7月に1試合あったんですよね。でそれが終わってからの話ですね。ですので大体7月から話をして、まあ今8月、この1ヶ月ですね。はい、でジムさんと話をさせていただきました。どう思います？どうしてもクラッシュの試合が多くなって、うん、いろいろステップアップというと、まあ、はいはいはい、うん、世界の大きな戦いで戦うっていうのもどうなる？そうですね、まあそうですね、うん、まああと多分70キロ、もうみんな倒しましたね僕。わかんない、あと佐藤さんですね。はい、まあいつか佐藤さんとはやりたいんで、はい、まあ防衛期間6ヶ月、まあそうですね、僕はまあそれでその防衛回数がどんどん増やしていけて、まあ、10、20って、まあ、20は言い過ぎですけど、まあ、10とかいったらまあ面白いのかなとかは、まあ、思っていたは言いましたね。はい、うん、こいつ負けねえな、こいついつ負けんだろうっていう目でお客さんが見てくれるみたいな感じの試合はちょっとしたかったのはありましたね。はい、そうですね、やっぱり、うん、まあ、世界最強というか、うん、まあ、誰もが認めるチャンピオンっていうところをやっぱ目標にしたいですね、うん、まあ、それこそ正人選手だったりとかがやっぱり世界チャンピオンって大手を振って言える、そういった位置に行きたいなってずっと昔から思ってたんで、まあ、夢でもあるし、まあ、そういったところに行けるように僕は頑張りたいなと思ってます。宮田さんからはクラッシュに上がってほしいというお話が今ありましたけど、どうですか？いや、もうありがたい限りですね、本当に。はい、まあそうですね、出ます。RB バックですよ、はい、まあそうですね、本当に、まあ、まあ無敗の縁起のいい団体なんで。そう、はい、縁起は超いいんで、はい、まあ、まあクラッシュ出た時は負けないなみたいなところあるんで。まあそうですね、まあ多分雰囲気とかまあ、僕がやらせてもらってることとかいろいろ自由に本当にやらせてもらっちゃってましたし、多分
合うんでしょうね。まあ自分の中がある意味追い込んでるのもあるんですけど、うん、多分まあ雰囲気だったり、まあ相性だったりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、そこら辺がすごいうまく噛み合ってると思うんで、はい、またぜひ、はい、出たいなと思いますね。はい、そうですね、あのこうクラッシュのリングにおいて考えると、あの、まあ、ちょっとこれ先に話そうと思ったんですけど、あの今後の展開ですよね。70キロ級っていうのが、あの3日後にあの佐藤義弘君と山崎陽一君が、戦うと。で先日の試合で、インパクトある勝ち方したのは山内雄太郎という、木戸君ともチャレンジ経験ある選手 であと松倉慎太郎もやっぱり今年伸びてきてますし、そういった選手でまずこのベルトの争いが始まるのかなと、新しい戦いが始まるのかなと思います。でやっぱりあの木戸選手と本当にあの佐藤選手はちょっとねここじゃなかったんだなっていうのはあるんですけど、やっぱりプロモーターとして、こうお互い油が乗ってる時期なんで、いい時期にそれはもうやりたいですね。それをね具体的になんか今日言うべきことじゃないと思うんですけど、あの木戸選手ともまたある意味なんだろう、新しい付き合いがねここから始まると思うので、やっぱりあのそのなんだろう佐藤もそうですし、やってないのはクラッシュでね上がってる70キロファイターあった佐藤君かなと思うんで、そこは諦めたくはないかなと思います。結構だから本当にあの木戸劇場っていうぐらいね、あの煽り V でこうホテルのスイートルームでやったり、ね、その予算を請求されたりとかですね、いろんなですねこう仕事がですね、で今あの暮らしもマナー向上委員会というのをやってて、でそういう中でもやっぱりすごくあの他の選手にないやっぱりこうムードを持ってる選手だったんで、やっぱり木戸選手のその振る舞いを見て、あこれはありなんだっていうね、あの若い選手もやっぱり反面教師にする子もいたり見習ったりする子もいたり、そういうそのなんかあの試合以外のねこう楽しさったらあれですけど、あのファイターの可能性だったりそういうのがやっているその先駆者の一人だと思うんで、それはもちろんあのこれからも、まずはね、まあ、ジムさんと話しての今後なんですけどもね、期待してくださいって言ったらあれですけど、またこれがねなんかその終わりじゃなくてね、またなんか新しい始まりになればいいのかなとは思ってます。そうやっていくのがあのイベントだと思うんで。10月防衛戦ができないってことで、まあ、コンディション的なこともあるのかと思うんですけど、まあ、実際は今っていうか練習の状況とかどんな感じなんですか？まあそうですね、まあ、特に変わりはないですかね。そうですね、日焼けが進んだぐらいですかね。まあまあ、はい、遊んでます夏は。毎年のごとく、はい。はい、お渡ししてる感じで、はい、そうですね、はい。
あ、ちょっとすみません、ボタンをちょっとちゃんと。あ、最後もそれですか。最後ぐらいお願いしてもらえとまずいです。佐々木さんお願いします。はい、すみません、お願いします。お疲れ様でした。よろしくお願いします。